はい、ビッグレンズのソシャックメンです。いやー、ついにね、始まってしまったミックスドサマー。このイベントがとうとう始まってしまって、もうこれやばいでしょ普通に。なんとね、レナとカエデの冬とレナのこのニコイチキャラが出たっていうね。いやー、やばすぎるだろこれ。レナ、カエデ、水着バージョンで、一応メモリアが今回もプラス15とプラス15か、2つとも貫突したら2つともプラス15のスキルとアビリティのね。調整屋さんのお店にようこそ。あー、なるほど。水着が1、2、3、青ちゃんは持ってんな。でも青ちゃんって普段の服装も水着みたいな感じだから。で、ちょっとイベント若干サボり気味でしたね。こんな感じで6628個と。まあどうだろうな、ちょっとまあ回収していくか。お、今のね、カースチップは2億542万2453。三玉さん、三玉玉が1700個も余ってるじゃないですか。この1700個の三玉玉で何かくれよ。あら、もう仕方がないわね。おだちんのカースチップ、1000カースチップをいくつ欲しいのかしら。全部だ。静かに穏やかに眠れるよ。静かにしろやって怒られてるやん。それだけでも幸せなことよ。200万は増えた。それだけでもあなたは CC 長者だ。ちょ、おま、CC 長者ね。ちょ、おまなんて絶対空砲も言わ。いやー、やばいでしょ。もう欲しいでしょこれ。あの冬バージョンは、あ、今回もエクストラあるな。うわー、めっちゃ欲しい。あのね、ここのね、髪飾りだね。あの、まず冬がね、欲しくなった理由がね、まあ、気に入ったきっかけが、もうこのね、髪飾りに結構かかってるから。でね、冬のね、もう、まずね、変身時はこれなんだけど、こっちだね。このみかんの頭の髪飾りを見て、なんだこの、キチガイじみた髪飾りはってなって、もうそっから。しかもゲーム本編の冬の毒舌感とかもすごいツボって、もうね、冬がね、そう、もともとそうだ、俺は冬が好きだったんだって。最近、八千代さんとかね、いろいろ他のキャラに浮気してるけど、やっぱなんだかんだ言って冬なんですよね。冬さん、ね、ジャッジメントアースも強いしさ。で、なんなら今私の髪は、この冬のね、色に近い感じにね、このリクエストしてね、染めてもらったんで、そう、軍事アドバイザーにね、染めてもらったんで、このみかんのやつもしあったらね、つけたらね、このコスプレでき、いや、いいですね。まず、イラストがまずいいね。冬もそうだし、レナちゃんもいるんで、で、何がとは言わないけど、もうね、大きいでしょ？もうこれはやばいでしょ？引かないわけにいかないよね。ってことで、今ね、10回ガチャ、もう、何回かできるのか？結構できるんで、もうサクッと取りたいけど、じゃあまずね、10連ガチャね、早速いっちゃう？早速10回ガチャからいきますか。マギアストーン250個を使用して、10回ガチャを行います。本当にいいのか？ 3 周年前だぞ。もちろんです。あなたの因果に起きた異変、深く探らせてもらう。いや、めちゃくちゃ久しぶりじゃないですか、三玉さん。あのプロミストブラッドのあのユナさん来てる時、あの全然やれなかったんで、やったんだけど10連ぐらいちょっとやっただけだったんで、今回ね、三玉さん、やっぱ三玉さんのこのソウルジムをタップしてこそだ。確定室が出る前に目を閉じ、集中線が出る頃に目を開ける。目開けはバッチリだ。かなり目開けもバッチリだったんで、やっぱね、久しぶりにやるとさ、その辺の勘が鈍っちゃうので、まあ、あとこのメモリアをね、あんまりダラダラこう、流さないっていうね。そうそう、今回のメモリア、星4のメモリアが出たっていう、リボンの知らせが来ない限りは、こう、どんどん開けていこう。これはきっとね、どうだろう、冬チャンス来てないと思うな、まだ。まだ冬チャンス来てない。結構魔法少女も、出てきてない星さんとかいるんだよね、実は。貴族星のあの新しい、この一つ前のガチャのやつ、あれも出なかったんで、あの子欲しくてちょっとね、あの子欲しくて、すだちをちょっと狙って、実は回してたんですよね。なんですけど、20連ぐらい回してちょっと、あかんってなって、ここで使ったら絶対3周年まずいだろうって。お、星をメモリー来たぞ。そう。結構ね、ガチャ金してたつもりがちょっと回しちゃってるんですよね、ちょいちょい。おし、来た、早速出た。いいね、ほら、笑って。笑います、もちろん。そう、笑いがある先に、笑いの先に冬が待ってるから。そうそうそう。いやー、来てるね。白い翼に囲まれて、この金色のね、みかんがちょっと金色に見えるみたいな。
これもう来るでしょ。今回絶対来るでしょ。で、星、ちょっと残念だったな。あの星さんのあの、新しいコード来てないんだよね、まだね。マギアストーン250個押しをして、10回ガシャ、20連目を行います。3周年の前だが、本当によろしいのか。よろしいに決まっている。深く探らせてもらうわ。探ってくれ、私の因果を。はっ。確定因数が出る前に目を閉じ、集中線が出る頃に目を開ける。あ、早かったな。ちょっとウイが見えましたね、今。ただ、ウイが見えたってことは、ちょっと左側見てないけど、ウイチャンスってことでしょ、これ。ウイチャンス。あの、ウイがもうほんとね、小さくなってくると、こう、ちょっと見えちゃいましたね。そう、ある程度ちっちゃくなると、これ、フェードアウトするんだけど、その、フェードアウトしたところだったら、まあ、ギリ大丈夫だけど、今回完璧に見えてしまったんで、見えてないのは属性だけですね。逆に属性がなんか、今回の、あれかな、水着キャラ、やっぱ水なのかな？あ、それちょっと確認してないな。何色か。めっちゃいいんだけど、普通にいいじゃん、この子。この服装。あなたこそ未来のベストオブ魔法少女ですね。この名刺会社の響き巡るがあなたの人生を実況させていただきます。実況してもらおうか。気持ち悪い大きなお友達がガチャを引いているぞとかって、そういう実況はいらないけどね。そう。いいね、今のキャラね。あのミラランで出てきてませんでしたっけね、確か。そうだ、ずっと出てなかったんだ今まで。むしろ今まで出てなかったのか。ただ今のでウイチャンス消化の説はあるよね。火だったら結構あのおつやめいた結果なのかな。ちょっとただね、あの分かんないので見てないからね。来るかもしれないからな。属性分かんない状態でやってんだけど、水でよかったかな。もう水着だったら水だろぐらいの勢いで、あの属性も見てないみたいな。なんならあのキャラ性能とかもあんまり見れてないからな。マギアストーン250個を使用して30連目に挑戦します。3周年なのにいいのか。3周年だからこそ30連だ。深く探らせてもらうわ。まあ今生ラマスがもし横にいたら、などという供述をってね言うんでしょうけど、そんなのは関係ない。確定因数が出る前に目を閉じ、集中線が出る頃に目を開ける。バッチリだ。ついに目開けも決まったな。目開けが決まった時に限ってね、5人衆が出てくるっていうね、ジンクスがあると信じてね、ここまで続けてきてますんで、どうか一つよろしくお願いしたい。マギアレコード3周年前のね、3周年前にもうバコバコ回してくっていうね、これはね結構ね背徳感もあるね。あの課金がねちょっと許されないので、まあわかんないですけどね。いろいろあのちょっとお金が儲かってくれば、お金が儲かってくれば、あんまりねあのプライベートなこと言えないけどね。そう、結構ねいい感じなんで、今いい感じなんで、もしかしたらワンチャンね、ワンチャンあるかもわからんので。そう、まあでもちょっとパソコンのねグラフィックカードっていうね結構高い部品を買ってしまったんで、そう、結構グラフィックカードっていう部品はね、あのゲームやらない人はあんまいらないんだけど、結構パソコンの中のパーツの中でも多分一番高いパーツなんじゃないかな。多分 CPU とかも高いけど、それより高いんじゃないかな。そう、ものによるんですけど。そうそう、だからほんとねプレステ4とか普通買えるぐらいの金額なんですけど。あ、もう石ないじゃん、マジか。これ使ってもう、なんとか天井に向かっていくコースになりそうだな。あー、こっちもちょっと一日一回、ちょっと験担ぎでやっとこうか。不思議。あなたの因果に変化が起きたみたい。ですよねー。もう、一回ガチャでちょっと、無理やり引きずり下ろすから、頼むぞ。変なもん出んのよ。変化が起きたみたい。どうなんだこれ、順番間違えたかな。いつも単発からやってたっけ。メモリアいっぱいやーつ。あなたの因果に変化が起きたみたい。あ、間違った。
この上の早送りボタンを押せなかったよ。まあ多分なんか大したもんじゃないでしょ。いやー、天井行く前に出てくれる奇跡起きるかな。頼みます。うん、この無慈悲に無慈悲に切り替わるやつ。お、来たか、変化来るか、ついに変化来ちゃいますか。モキュイロハ。うん、変化のように見せかけたモキュイロハね。あ、待てよ、でも星4メモリアじゃね。星4メモリアで来てくれ来てくれ、頼む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 。いやー、お前じゃない、お前ではない。変化を起こせ、因果律のねじ曲げてくれ、起こせ。この流れしんどいな。来た来た来た、変化が来たはずだ。モキュイロハ、変化と見せかけたモキュイロハで、ただメモリア、あー普通のメモリアか。あー、いい、でもこの2人が出てきてるってこと、もうチャンスがあると信じよう。ダッ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 、モキュイロハ。いやー、モキュイロハですね。お、持ってなかった、めっちゃ食いしん坊なやつ。このね、あとね、紛れ子が悪いわけでは全然ないんだけど、ここの右上あたりに行くと、なんか下から、あ、上からピッて降りてくるんですよね。なんか音量調整みたいな。この上のボタンを押すのがすごいやりにくいんですよね、パソコン版は。そこだけ直してほしい、ほんと。ほんとこれ横に出してほしい。横にカッてぶつけたら出てくればいいのにって毎回思いますね。これは別に紛れ子のせいではなくて、このなんか動かすためのソフトというか、紛れ子が悪いわけじゃなくて、完全にこの、なんだろう、提供してるソフト側の問題なんですけど、右側にちょっと出てきてほしいな、あの、早送りボタン隠れちゃうから。星音メモリアじゃん、そんなどうでもいい話してたら。来たー、もう完全に勝ったな。一回ちょっとこれつけてきますね。さあ、1枚ガチャチケットで、今45連目か。さあ、攪拌したか、しっかり攪拌して変化起こしてくれよ。うーん、ちょっと混ぜが足りないんじゃないですか、三玉さん。このさ、ドクンドクンのタイミングあるかな。いけ、タイミングあるぞ、これドクンドクンのタイミング。モキュウイ、お、モキュウイだって。モキュイロハじゃなくてウイみたいな。ただ普通のやつだね、オリコでしたね。起こせ、来るか、ついに魔球イロハ。ついに来たかってなってる魔球イロハでしたね。ただ魔球イロハから来る星4メモリア、それは来ましたね。2枚目、いいぞいいぞいい、どんどんこの調子で、せめてメモリアくれ、それだったら。来たか、ドクンで来たか、モキュイロハ。もうモキュの心臓がドクンドクン言ってるぞ。星4メモリアだ、頼む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 。よし、何枚目これ、2枚目、2枚ずつか。いいいい、どんどんくれ。きっちり天井まで持ってきたな。あー、これ天井ですね、次。なんとね、ここまで頑張ってきたんだけど、天井までちょっとダメでしたね、出なかったですね。変化が起きたみたい。
さあ、フォースターマジカルガールのギャランティーだ。さあ、これは当然天井が出る、なので、ちょっと待って。今の水だった、火だった。いや、水だ、水でしょ、絶対水でしょ。水、いや、嘘だろ。火って。火じゃない、火じゃない。それは違う。ちょっと待って、火って何出てくんの？今です。今ですか、あなた。あずみはぐまです。急に自己紹介って言われても、どうしよう。よろしくお願いします。どうしよう。ペロちゃんは自分で体温を調節できないんだ。夏の日向になんか絶対に出られないの。だからお家でゆっくりしてるんだよ。そうだね、お家でゆっくりしよう。まあ冬がね、水着の衣装を持ってるね、オリジナル冬が僕にはあるんで。ということで、じゃあまたな。